一個じゃスタートした話です、今日はですね、テイクオフの時によく無意識にやってしまう顔の動きっていうのがあるんですけど、それを意識して直していくだけでしっかりとテイクオフのパドルが進むようになってきます。それは何かというとですね、パドルをしている時に顔がこう横を向いてしまってる、横を向いてしまってるとしっかりとパドルのストロークとかパドルにね、ストロークがしっかりこけなくなってスピードがつかなくなるんです。ですので顔がこういう風になってたりとか、こういう風になってしまうと顎がね横向いてしまうとなかなかテイクオフができない。テイクオフできてもその後バスケットが遅れていってしまいます。顔は水平に、垂直にしっかりと顔を立てていくというのがポイントなんです。なのでこう上手い人とか、例えばね、あのスライドをしたあれ、顔が横向いてね、こうパドルしていくといいなと。しっかりと顔を垂直に立ててパドルしていってあげる、これがポイントになってきます。で、そしてですね、しっかりと進行方向を見てあげる。進行方向を見ると顔が横向いてしまうのでダメなので、顔を立てて顎を向けたりという意識にしていくと、しっかりとここから波を入れてライン取りもできるようになってきます。これで、このたった顔を立てているか、その顔を寝ているかで大きな力になるので意識してということをやっておきます。あとですね、家でもね、自宅とかジムとかで練習するときにも、テイクオフのトレーニングするときにもしっかりと顔を立ててあげるということを意識して練習していってあげてください。しっかりと顔を立てる意識を持って練習してください。そうするとしっかりと体にずっとしてもらって、ぜひ意識してやっていただけたらなと思います。確実に抵抗っていうのは安定して滑り出しても早くなります。